季節の。いやーもう。はいどうも、クイズノックの鶴崎です。山上です。川村です。倉井です。本日はベタな謎謎を瞬殺したー。でやでや。この前ラインラインっていうオンラインイベントやりましたが、山上が出したフビージャンルがベタな謎謎。なぞなぞでもね、パンはパンでも食べられないパンはなんだみたいな感じで、はい、うん、本当に定番のやつあるじゃん、よく出るやつね。そう、僕は瞬殺ができる能力を持ってるんです。例えばね、前回やったのだとアンパンって聞いたら耳があるから食パンアンパンジャグパンカレーパンのうち呼びかけると返事してくれるのはどれですか。アンパンから始まる問題も食パンじゃん研究研究それをね、メインチャンネルでやりましょうよ。おー、はい、嬉しい。今回ね、問題10問持ってきて、おいつもより多いね。ご答えするとその人はもうその問題答えられない。なるほど、はい、あんまり早く押しすぎないようには気をつけていきましょうか。しゃあ、盛り上がってきたな。問題、道で拾うタクシーよーすごっ。謎謎において拾うという動詞が指すもの、これはタクシーじゃない。やばすぎる。すげえ。レッドが高すぎる。想像以上だった。月とかそういう問題じゃない。研究だもん、ね。これは古典的な謎謎の。ある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 。特別な使い方をする動詞をうまく使ってるタイプの。拾うって普通は他のことに使うんだけど、ね、だ辞書の2番目3番目とかにを使うタイプのやつですね。それで押してみること大事だなこれ。はい、いきます。問題、タクシーの父親。あ、タクシーの父、タクシー正解。ちなみに鶴崎問題分かった。いや、分かんないけど、なんか家族構成をいろいろ言って最終的に自分に戻ってくる問題。そうそう、まあでもね、明らかに法則性がある名前なんだけどタクシーって最初に言ってるからタクシーっていうタイプのね。タクシーの父親には5人の子供がいる。一郎、二郎、三郎、四郎ともう一人は誰で、あーと思うんだけど、実はそれタクシーの父親なんだかっていうから、そのパターンあるわ。これ、あの、文頭に答え言ってるよねっていうパターンの問題ですね。すごいですね。はい、では続いての問題いきます。じゃあ問題、食いしん坊な分かんないやつか。いやこれ分かんないよ。まさか食いしん坊な春季くんが、なんだやばい、このことは知らないな、なんだこれ、あーダメだ。え、最後まで聞いて押します。食いしん坊な春季くんが宇宙に行くと食欲がなくなってしまった、この理由は。はい、ってことで空気がないから。あ、いやー、そうね、この音とか食欲、食いしん坊なとかは知らないわか。いやー、今の行けたな。子供用の遊びです。そんな食いしん坊ということで、なんと1点1点1点と並んでおりますね。いい勝負、やばい。それではいきます。問題、白い犬と、あー、あー、もう最悪だ。黒い犬。やったー。いやー、すごい。いやー、これはベタだな。じゃあ次行こう。外人じゃなくていいんだよ。目でも目でかかってるじゃん。白い犬と黒い犬の字、静かなのは漢字で黙るという漢字が作れるから黒い犬。はい、そうですね。いやー、そうだ。これ以来ではどっちというか。いきます。問題、お酒が飲める。くそ、え、これなんだ。やばい、押される。わかんない。なんだ。あーやばい、もう最悪。つけるでしょ、つけるでしょ。お酒が飲める。これ分かってないんだよ。確定してそうなんだよな。やばい、分かってそうだから。20歳。正解。お酒にを飲めるのは20歳から、タバコを吸えるのは20歳から、車に乗れるのは0歳から。あるわそれ。こいつ連動が違う。パッと手に取れるところにこの謎謎がなかったんだよね。うん、これ謎謎ってやっぱ定期的に復習しないとね、忘れちゃう。復習ですよ。ではいきます。問題、同じ年、うわー、同じ年、うわー、その文頭はさ、助かる。あ、三つ子だったから。同じ年、同じ月、
同じ日に同じ父と同じ母から生まれた2人が双子ではありませんでした。なぜでしょう。はい、だからその3ですね、はい、イチロー君とジロー君っていうパターンと同じ年から始まるパターンがあるんだよね。イチロー君とジロー君は同じ年みたいなパターンがあって、これはイチロー君でおくるね。わざわざイチローっていうのは大体太郎君なのよ。はい、続いてまいります。問題、季節の、いやーもう辞書。よーし、はーい。ちなみにこれはね、類題がもう一回あって、季節のから始まったら大体これなんだけど、春夏って始まったら1年が答えです。春夏秋冬1年のうち最も長いのはどれで、あるわ、それもあるわ。4択と見せかけて5択、5択だったっていう謎のことがあるんだけど、今の問題は季節の順番が秋夏春冬になる場所ってどこで、衣装の補充順になっているという。解説しがいねー。ちょっと分かるもん、知ってるもん、知ってるわ。俺が解説する前に類題の解説しよう。続いて参ります。問題、ある家電を買って、あーやばい、ミスった。どっちだ。あーそう、なるほどね、あるあるある。やばいかも。女子付き。残念。あー終わった。何付きだっけ。貸し付き。正解。これね、見分けらんないっすよ。これ見分けらんねえんだよ。女の子がついてくるパターンとスイーツがついてくるパターン。あるわ。ある。両方あるわ。そうなんだよ。これね、押しちゃったな。あるわ。今のは、ある家電を買ったらチョコや飴がついてきた。この家電って何？はい、やってもらいます。問題。日光を通す。え？関東でしか出なくない？そんなの。日光東照宮の三猿のうち最もおしゃれなのは、聞かざる。私解説しときますと、日光東照宮の三猿のうち最もおしゃれなのは何か、見たり言われたり聞かざるのうちどれだろう。で、聞かざる、聞かざるのことで変換して、ファッションというもの。ということで、1点、4点、4点と。次か、次だ。それではまいります。問題。一度コップ。ヒビ。正解。これは強い。これはこれはベタです。次、一度コップに入ると取り出せなくなってしまうものは何？ヒビ。はい。いやー、ね、コップに入るもヒビしかないと思ってたから。そうだね。え、これヒビじゃねえ？これ謎謎じゃなくねって思ったんですよ。逆に。はい、ということでベタ謎謎を解いてきました。謎謎ぜひやってみたくなったという方はですね、チャンネル登録、高評価。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてね。概要欄にツイッターと LINE があるのでぜひフォローしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。